それでは、高原を、呼び出して、一緒にちょっと一曲手伝ってもらいます。高原です。今日は戦闘モードの高原です。高原どこに置いたの？まあ似合うところ。あの世の中がこんなに騒がしいのに、こんな店に、こんな店に。いや、そんなつもりはないんで、このような素晴らしい店に、来ていただいて嬉しいです。なんか、3.11 以来、僕はどうやろう、ちょっと後に岡山の方に歌いに行かなあかんかって、歌えんのかなと思って、一体お客さんは来んねんやろかとか、俺が客やったらこの時に歌なんか聴き抜けへんなとか、いろんなことを、考えましたが、今でもなんかまだ歌える歌と歌えない歌があって、とりあえず歌える歌を選んで歌ってるんですが、次の曲もほんまはまだ歌うのはちょっと早いような気もするんですけど、岡山に行った時になんかお客さんにリクエストされて、僕はリクエストされたらやるっていう主義なんで、僕は決して気難しいんで何でもないんで、やるんで、それでリクエストされてやってみたら歌えたんで、今日も高原のこの戦闘モードを見た時点でこの歌を今日はやろうって思いました。場所がありますか、空の果てにありますか、熱い心がありますか、あれから時は水の重さを知る人は旅の遠さを知る人か、喉の渇きをなんとする飲めない風にも
負けず見えない核の恐怖にも負けずまだまだ遠くへ行くために今は光の砂漠で立ち尽くせ。水の重さを知らない旅の遠さを喉の渇きを何とする飲めない水を何とする飲めない水を何とそれでは高原に、やっていただきます。ええ感じで高原を知らせる出るものになっております、高原です。